中国空軍の最新鋭戦闘機殲20J20 について、みんなは知っているかな？いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機で、中国での愛称はマイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されているな。中国はドラゴンの印象が強いよね。ステルス機でドラゴンはちょっと主張が強い気もするけど。そうだな。第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35D 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機だったよな。その通りだね。さて今回は、そんな中国の最新鋭戦闘機 J-20 について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在において先ほどの3機種。F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57だけなんだ。2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っていて、それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとし、F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットの連動について、想像していた以上に高いものであったとしているみたい。また、その際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ500 空K500 も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘したんだって。中国は連動まで上げてきたんだね。ますます注意が必要だ。そうだね。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については、J-35 のような対地、対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような制空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしているようだね。J-20 は中国航空工業集団工司の一つである成都機器工業工司で開発されたことから、ジェングダ成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では次第中国語でリボンを意味するとも呼ばれているよ。これは、第5世代機の中国での呼び方である4代機の次第と次第の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているんだよな。そうそう。J-20 の開発は1990年代に始まり、2010年の末に成都機器工業工司のテスト飛行場敷地内で地上走行試験が実施されたことが確認され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに機体の醸造が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになったんだ。2011年1月には初飛行に成功したんだけど、その機体が電波吸収素材の塗装が確認されたことからステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトホークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015 から 0.005 平方メートルで F-22 も 0.0002 から 0.0005 平方メートルであることと比べると、ステルス性能では若干劣ると見られているよ。2016年11月1日に広東省の樹海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J-20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしているね。また、2018年9月には J-20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされているよ。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものと見られているぜ。J-20 の初舷って把握できてるの？現時点で推定されている J-20 の初舷は、全長 21.2 メートル全幅 13.01 メートル全高 4.69 メートル空挙重量 17,000kg。最大離陸重量 36,300kg 実用上昇限度 2万メートル最高速度 2500km 毎時最大航続距離 5900km とされ、総発のエンジンは初期型においては、ロシア製デスホイ27フランカーに搭載されている、サプールン AL31FM に最大推力 145kN を搭載していたんだけど、2021年9月に行われた航空ショーで国産エンジンの WS-10C 最大推力 147kN が搭載された J-20 を飛行させ、
このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしたんだ。中国では J20 用エンジンとして WS15 最大推力 180kN の開発を進めているんだけど、それが難航しているために、すでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、魚市場のステルスノズルを備えて J20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS15 実用化までのつなぎとしたってわけ。しかし、WS10C には水力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F22 より劣るとされ、中国では2022年から WS10C に水力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト CSCMP が報じているよ。また、J20 のセンサーにはアクティブ電子操作アレイエーサレーダーが搭載されているんだけど、このエーサレーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて出力電力は 24kW 達するとされているんだ。この数値は F22 が搭載しているエーサレーダー ANAPG77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されているエーサレーダーは ANAPG77 より探知距離が長いのではないかと見られているよ。また J20 には F35 に搭載されている ANAQ37EODAS によく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えているんだけど、F35 の EOTS86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は空対空目標の補足照準に比重を置いていると見られているね。ちなみに、J20 の1機あたりのコストは1億から2000万ドル、約130から160億円と言われているが、2000年代の初頭では4億5000から5億元、約88から98億円とされていたもので、それは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は約300億元、約6000億円以上であろうと見られているぜ。F35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり、約7300万ユーロ93億円で購入するとされていることからすると J20 はかなり高いんだけど、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっていると思われるよ。また、日本が購入する F35 の価格が1機約130億円と J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないか?などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっているんだけど、これは日本での F35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているんだよね。防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めているんだ。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す、次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためであるが、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているってわけだな。そういうこと。そして、J20 の研究開発費が約300億元、約6000億円以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として防衛省が開発を進めている、航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっているよ。しかしながら、これについては過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているんだから、F16 ファイティングファルコンを母体として F2 を開発した経験しかない日本が、次世代第6世代とされる戦闘機を開発するのだから当然とする見方があるんだ。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
中国の003型空母の進水式が近づいているね。日本にとっての仮想敵国じゃなければ、喜ばしいことだけど、日本からすれば警戒すべきことだね。ああ、やだ。各国が注目しているのは、中国政府が自主開発していると言われる電磁式カタパルトらしいな。みたいだね。実際この電磁カタパルトが、果たして本当に動くのか、世界中の軍事関係者が大いに疑問に感じているよ。ってことで今回は、そんな電磁式カタパルトについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍空母遼寧や山東省で建造されていると言われる空母の動きが、表立って見られない状況だから、各国軍事筋は中国海軍の空母運用能力の不十分さと、空母そのものに構造的な問題があるのではないかと指摘しているよ。今回は、そんな中国が海上自衛隊の護衛艦出雲を強烈に意識している状況など、中国海軍の空母の状況も合わせて詳しく解説していくからね。日米英豪、それにインドを交えてのクアッドなど、アジアとオセアニアの主要国が中国を包囲している状況下において、中国海軍は太平洋に対して機動兵力を行使するために自国で空母を運用することを考えたんだ。しかし、その計画がうまく進んでいない実情において、中国は隣国日本の海上自衛隊が有する出雲加賀の動きをかなり神経質に見ているな。隣国に、レーダーで視認できないステルス戦闘機が存在することだけでも脅威なのに、それなら出雲加賀に艦載可能となっている事実は、中国にとって非常に憂慮すべきことだぜ。うん、でも、中国の憂いはこれだけじゃないんだよね。オーストラリアでは原子力潜水艦が導入されることになり、日本においても同様の動きがあることを懸念しなくてはならなくなったんだ。さらにアメリカでは、中国嫌いで有名なあのトランプ前大統領が再び大統領選に向け動き出したという情報も出ているぜ。中国にとって当面の、そして最大の脅威はやはり海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦だった出雲型だと言われているよ。フラッグシップ艦である出雲と同型艦加賀は、STOVL 短距離陸垂直着陸機である F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められており、2025年には戦力化を達成すると言われているんだ。この状況を受けて、中国メディアのネットイースト、香港メディアのフェニックステレビが、日本に対する脅威論を主張を繰り広げているのは興味深いところだね。出雲では、2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を完了したことを受け、いよいよ11月3日に四国沖の太平洋上において、米海兵隊岩国基地所属の F-35B が試験飛行を開始したんだ。試験の結果、垂直着艦と短距離発艦に成功し、空母としての基本的な運用に問題がないことが立証されたみたいだね。海上自衛隊では、この出雲と加賀について、2026年頃を目標に空母として運用することを目指し、今後引き続き改修の予定であり、同時にアメリカから導入する F-35B 飛行隊を宮崎県ニュータマル基地に編成し、領艦の艦載機として運用することに着手する予定だぜ。中国メディアのネットイースは出雲での F-35B 発着艦試験について、日本の軍用艦艇が戦後初めて空母としての運用を開始したことを踏まえて、ヘリ空母である偽の姿を捨て、本性を表したと報じているよ。そして出雲の基準排水量に関しても、中国の空母遼寧が5万8500トンであることに対して、わずか1万9500トンしかないにもかかわらず、艦載機のレベルなどを考慮しても、すでに就航済みの中国海軍空母遼寧よりも戦力が高く、強い空母となることを受け止め、日本に対して十分な警戒が必要だと述べているね。確かに、F-35B がステルス性能においても中国軍の最新鋭戦闘機J-15 より優れていることは事実だが、さらに恐れているのはレーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ ASA による、アクティブフェーズのアレイレーダー ANABD81 だな。実際、J-15 が搭載しているレーダーでは、F-35B を探知できるのは 40km 手前からに過ぎないのに対し、F-35B は J-15 を 200km 離れた地点からでも探知できる性能があることから、この才能さら絶望的な戦力の差だとも報じているぜ。実際、F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J-20 くらいだし、その J-20 が束になって出雲に襲いかかったとしても、艦載機数では勝るものの、戦闘機そのもののポテンシャルで考えると、総合的な戦闘力は出雲が遼寧よりも強いと認めざるを得ないんだよね。紙面の締めくくりでも、中国海軍はこの日本の軽空母を甘く見てはならず、もっと警戒を強めるべきだと指摘し、K
警戒していることを隠そうとはしていないんだ。また香港メディアのフェニックステレビにおいては、10月9日に出雲の F-35B 発着監視権について記事を取り上げていて、日本の海上自衛隊が近い将来2隻の空母を保有することは事実であること、中国海軍が整備を進めている空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになることを、脅威と感じていると分析していたよ。さらに、日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題の影響もあって、中国を常に仮想敵国として意識していることから、多額の予算を注ぎ込んで自衛隊の装備や武器を増強していると非難し、出雲加賀の空母化もその一環であると、日本の姿勢を批判しているぜ。軽空母に回収された後の出雲加賀には、F-35B を14から18機艦載することが可能と言われており、実際に日本政府がアメリカから購入する F-35B の予定が42機であることから、購入した前期が空母艦載機として運用されることは間違いないだろうね。そして、出雲と加賀の回収が完了し、空母艦隊として運用を開始できるようになるのは、2026年頃を予定しているんだってさ。その2026年、中国海軍は3隻目の空母を就役させていると言われており、最新鋭の艦載機を最大で130機運用できるようになり、出雲加賀の戦力を質量ともに上回ることは事実だね。香港メディア内実は中国メディアのフェニックステレビでは、出雲加賀の整備にかかる日本の姿勢について、この度の戦力強化は自衛の枠を超え、敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難しているよ。さらに、日本が原子力潜水艦を保有する可能性があることを懸念していて、日本の軍国主義復活を懸念していることを伝えているぜ。軍国主義の復活を懸念する声明は、中国政府とその与党マスコミからよく聞かれることなんだけど、特定の艦船の存在等を踏まえて指摘することは珍しいものなんだ。だけど、中国政府の意を受けたメディアは出雲加賀の脅威をかなり気にしているように感じるけど、香港メディアはその無楽に出雲加賀など中国海軍の空母群にかかれば敵ではない、とも書かれているんだ。中国メディアは、言うまでもなく中国共産党の意向に反することは書かないからね。一方香港メディアは、中国共産党への喜ぶ内容を掲載する傾向があり、中国海軍の空母群を褒めたたえることで、政府の関心を買おうとしているのが見受けられるな。では実際に中国海軍は出雲加賀を恐れているのかどうかを、もう一度考えてみると、やはり恐れているというのが本音だと思うよ。中国海軍の最新鋭空母艦載機である J20 は、積極的に配備が進められていて、各国のジェット戦闘機を世代で分類してみると、分類上は F-35B と同じ第5世代に当たるんだ。だけど、そのスペックはアメリカ空軍が1983年から運用していた F-117 ナイトホークと同レベルであり、アメリカ空軍ではすでにナイトホークは2008年に退役して現役ではないレベルの位置づけになっているよ。つまり、中国の威信をかけた最新鋭戦闘機でさえ、アメリカ空軍の敵ではない、むしろ登場してすぐに旧世代に追いやられるほど、技術面では置いていかれている実情があるんだよな。日本が F-35B のようなハイスペックステルス戦闘機を導入したら、中国海軍が数よりも質では圧倒的に不利になるってわけだぜ。日本と中国の間で懸念されるのは尖閣有事で、仮に軍事衝突が起こったとすれば、現実的には出雲と加賀の F-35B 約40機で、中国海軍の空母3隻、J20 戦闘機130機と対抗することになるんだけど、いくら質が優れていると言っても、数において劣勢は否めないから、実際に有事になった時には、アメリカ海軍の空母打撃群の支援を受けることが必要になるだろうね。ちなみに、海上自衛隊において新しい空母の建造計画は現状では存在しないから、さらなる空母能力の強化を図るならば、出雲とロエトへのヘリコプター搭載護衛艦ニセヒューガを空母化回収することになるだろうな。実際にその計画がないとしても、計画だけは立ておかないと、中国政府に対して隙を与えることになるため、やはり中国海軍との軍事衝突の際に対抗する選択肢を少しでも増やしておくことが欠かせないと考えるよ。さらに尖閣諸島は日米安保の範囲内という現地をアメリカから引き出していると言っても、アメリカ軍が動かない事態を想定しておくことは必要不可欠だろうね。もし、中国が空母3隻で攻撃を仕掛けてきた時を想定して、空母以外の兵器で敵兵力の前沿を図ることも必要かも。そういうことだな。例えば、南西諸島に長射程の地対艦ミサイル部隊を多数配備しておくことや、場合によっては尖閣諸島にもミサイル部隊を展開させておくことも考慮に入れておく必要だろうな。そもそも、
空母の建造計画は一朝一夕でできることではないんだよね。だけど、ミサイル部隊を展開させるのはさほどの時間を必要せず、機動的に配備できる部隊を国内に配備しておくことはできるはずなんだ。500km という長射程を持つ人に意識地対艦誘導弾の能力向上を図るなど、防御兵器の配備を加速して進めるべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシア航空宇宙軍が第5世代ステルス戦闘機であるスホイ57を投入したみたいだね。ウクライナとの戦いは長期化しているし、ロシアとしても苦しい状況が続いているからな。ウクライナは国民一丸となってこの状況に立ち向かっているもんね。ロシアが苦戦するのも無理はないよ。それに比べてロシアの士気は低いからな。何せ全世界から非難の的になっているんだから、下級の兵ほど、何のために戦っているのかわからなくなるんじゃないか？そうだね。いろいろな情報が出回っているし、みんなには情報の見極めをしっかりしてほしいと思うよ。さて今回は冒頭でも紹介したように、ロシア航空宇宙軍が第5世代ステルス戦闘機スホイ57を投入したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年2月24日、ロシアはウクライナに対して、ウクライナ国内の親ロシア派住民をウクライナのネオナチ勢力から保護することを名目に、特別軍事行動と称した軍事侵攻を開始したよ。このロシアのウクライナ侵攻に対して、世界各国の政府や指揮者は、軍事大国であるロシアがオグにウクライナをあっという間に制圧するであろうと予想していたね。しかし、そうはならなかったな。ウクライナは米英を筆頭とする西側先進諸国から多くの武器及び情報などの支援を受けながら、祖国防衛という高い士気の下に団結して防衛戦闘を展開し、大方の予想を裏切り前線を続け、ロシア軍は4月上旬までにはウクライナの首都キーフを含めたウクライナ北部から完全に撤退し、戦線の立て直しを余儀なくされたぜ。ロシアの慢心と士気の低下とか、内側から崩れたことも要因の一つだよね。そうだね。それ以後、ロシア軍はウクライナ東部の新ロシア派の支配地域であるドネツク州やルガンスク州の支配領域拡大を機として、東部及び南部への戦力の集結を図り、攻勢を強める方針に切り替えているんだけど、5月上旬時点で、ロシア地上軍は、ロシア陸軍が投入可能な戦力の3分の1を喪失したとされているよ。5月9日にはロシアの国家的記念日である独ソ戦戦勝記念日が控えており、ロシアとしては何としてでもこの戦勝記念日までには、目に見える形での戦果が欲しかったんだろうけど、現実はとても誇れる戦果を獲得できてはおらず、プーチン大統領も戦勝記念日での演説では、ロシアを行った軍事行動の正当性と NATO 諸国に対する批判を展開するに止まっているんだ。このようにロシア軍は非常に劣勢な展開となっており、4月14日には、ロシア黒海艦隊旗艦のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが、ウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンにより撃沈されるに至り、ロシア軍の予想外の劣勢は誰の目にも明らかになってきたよ。ロシア軍の4月中旬以降の戦略では、ロシア国境からもほど近く、ロシア国内からの兵站や新ロシア派の支配地域からの支援も受けられるウクライナ東部や南部に戦力を集中すれば、ロシア軍はウクライナ軍に対して大攻勢が行え、一気化成にウクライナ軍を後退させて支配地域を拡大させるはずだったんだ。特にウクライナの東部は、ウクライナ北部とは異なり平地が広がっており、歩兵が身を隠す遮蔽物が少ない地域だからな。そのため、ロシア軍が誇る戦車部隊が最も活躍できる地形であり、戦勝記念日までにはロシア軍は、ウクライナ東部で強力な機構戦力を用いた大規模な戦車戦闘を行うのではないかと見られていたぜ。それに対してウクライナ側は、北部では歩兵が遮蔽物に隠れて、歩兵携行式対戦車ミサイルを用いた待ち伏せ戦闘を主にロシア軍を迎撃していたが、待ち伏せ戦闘が難しい平野においては、防御力が皆無である歩兵では、対戦車戦闘では非常に不利な状況であるとの分析が、西側各国の指揮者から示されていたんだ。ウクライナも同じような懸念は十分に認識しており、NATO 諸国を中心に戦車や榴弾砲等の重装備の提供を切望しているよ。これに対して米国を中心とした NATO 諸国等は、約100門の 155mm 榴弾砲や自走榴弾砲の提供を決定しており、順次ウクライナへの輸送を行っているね。さすがに西側第三世代主力戦車の提供は、ロシア側を必要以上に刺激することを恐れていってはいないけど、NATO に加入した旧東側諸国が保有する旧ソ連製の T-72 戦車等を積極的に提供しているよ。西側諸国はロシアに対する経済制裁を強化していて、ロシア国内では、一部の商品では品切れが相次いでいるよね。
しかしながら、ロシアは国内では食料や天然ガス等の資源が豊富であるため、経済制裁の効果は現れがたいのではないかという意見も識者から上がっているが、地下資源や基本的な食料についての自給は可能であっても、ロシアは精密機械の製造技術が未熟であり、精密機械については他国からの輸出に頼らざるを得ない実情があるぜ。例えば、ロシア国内の携帯電話網を維持するための保守部品の大部分は西側諸国に属する企業のものを使用しており、この企業がロシア国内での部品提供を拒んでいる現状では、ロシア国内の携帯電話網を維持することは相伴できなくなり、ロシア国内で携帯電話を使えない地域が拡大していくのではないかとの懸念が上がっているな。そうそう。さらにミサイルや精密機械に利用される半導体もロシアは輸入に頼っており、現状では中国からの輸入に頼っている状態のようだけど、中国からの輸入では賄えない部品も数多く存在し、そのような部品に依存する兵器についてはロシア国内での生産もままならなくなるんだ。そのような兵器は概して高性能な兵器であり、ロシアとしては在庫に限りのある高性能兵器については、今回のウクライナ侵攻では極力使用したくないというのが本音だろうね。しかしながら、先に述べたようにロシア地上軍の3分の1の戦力が戦闘により消失し、航空戦力についても3月中旬時点で、ロシア軍はジェット機とヘリコプターをそれぞれ100機以上喪失した模様だとの報道もなされているんだ。このような情勢の中、ロシア軍は数の上で主力を担っていた、70年代から80年代の旧ソ連時代に製造された兵器群の在庫が沸騰してきているようだね。ロシア軍が保有する戦車について、4月末時点で写真等にて確認されている限り、D64 戦車が15両、D72 戦車が379両、D80 戦車が115両、D90 戦車が19両破壊されていることが確認されているよ。そして、4月後半には、これまで投入されていなかった最新型の T90M がウクライナ戦域に投入され、撃破されていることが確認されてるんだ。ロシア側にとっては大打撃だよね。さすがにここまでの反撃は予想外だったんじゃないかな。ところで T90M って ?T90M 戦車は、2021年より部隊配備が開始された最新型の戦車だね。本来、ロシアは T14 戦車と呼ばれる最新鋭戦車を開発して配備を目指したんだけど、経済情勢の悪化や部品調達がうまくいかずに同社の開発が遅延し、その穴を埋めるために T72 戦車をベースに現代戦に対応すべく大幅な近代化改修を行い開発されたんだ。T14 戦車が投入できないロシア軍としては、まだまだ数も揃っておらず、補充もままならない虎の子の戦車だけど、数の上で主力であった T72 戦車の大量撃破により運用可能な戦車が沸騰してきているのか、4月中旬頃より戦線に投入されたようだね。戦線投入後、数日で撃破されたようだけど、ロシア陸軍が補充の効かない高価な戦車を投入せざるを得ないほど、ロシア軍内部で戦車のやりくりが難しくなっている状況が伺えるね。そして、それはロシア空軍の方がもっと切実なんじゃないかな。ロシア空軍が現在保有する戦闘機戦闘爆撃機以下、作戦機は約1200機なんだけど、2014年のロシアのクリミア併合により欧米から経済制裁を受け、そもそもロシアの GDP が韓国以下であることを考慮に入れると、運用可能状態にある機数は多くても保有数の 35% 程度、420機ほどであると思われるよ。そして、そのうち、ウクライナ戦線に投入した作戦機のうち、100機程度は撃墜されたものと報道されているため、ロシア空軍は運用可能な作戦機の4分の1をすでに失っているものと推定されるんだ。特にロシア空軍はウクライナ上空での航空優勢の確保に失敗した影響で、大型の地対空ミサイルによる迎撃を受けやすい航空での飛行を避け、ウクライナ上空では低空で飛行することを余儀なくされており、この影響で地対空砲や歩兵携行式の近距離地対空ミサイルによる迎撃を受け、損害を拡大させた経緯があるからな。そうだね。ロシア空軍の苦しい懐事情は、戦線に投入される戦闘機にも現れ始めているよ。ロシア空軍は4月に入り、ウクライナ戦域に第5世代ステルス戦闘機であるスホイ57戦闘機を投入し始めたんだ。スホイ57は2010年に初飛行したロシア空軍の最新鋭戦闘機で、初飛行から12年経過した2022年時点でも76機しか発注されておらず、この機数の配備を完了するまでには2028年までかかる見通しであるとされているよ。スホイ57のスペックについて詳しく、スホイ57戦闘機の基本スペックとしては、短座式の双発機であり、全長 19.8 メートル、全幅14メートル、全高 6.05 メートルであり、ステルス性能や超音速巡航能力も有しているよ。ステルス性については、米国の F-22 戦闘機や F-35 戦闘機と比較すると一段劣り、
ステルス性は進行方向に限定したものであるという評価が一般的だけど、それでも、ロシア空軍が有する唯一の第5世代戦闘機だね。まさにロシア空軍の虎の子の戦闘機ってわけだね。そうそう。そして、2022年現在、ロシア空軍で実戦配備された機数は20機にも満たず、ロシア空軍としては、絶対に損失を出せない大切にしまっておきたい戦闘機のはずだよ。このロシア空軍にとって大事なスホイ57戦闘機だけど、ロシアがウクライナにステルス戦闘機を投入する必要性が発生したのかといえば、答えはノーなんだ。みたいだな。ロシアはウクライナ戦域にステルス戦闘機の必要性は感じていないようだぜ。そうなの？それってどうして？なぜなら、今回投入されたスホイ57戦闘機は、ステルス性を最大限に発揮するために機体内部のウェポンベイに弾薬を収納して出撃することをしていなくて、弾薬の搭載量を最大化するために従来型戦闘機のように機体外部に弾薬を取り付ける形式で飛行していたんだ。これは、スホイ57戦闘機の利点が全く活かされてなくて、ステルス戦闘機としてではなく、従来の戦闘機と同様の運用方法で戦線に投入されていることを示しているよ。これでは、撃墜されて西側諸国に機密漏洩する危険性を冒してまで、スホイ57戦闘機を投入した意味がないよな。そこから推測されることとして、ロシア空軍内で既存の戦闘機や戦闘爆撃機の在庫が不定しているのではないかということだね。もともと、稼働率の低いことが推測されていたロシア空軍だけど、ここに来て、稼働率が深刻なレベルにまで達しているのかもしれないよ。過去、ロシア空軍は2018年のシリア内戦でスホイ57戦闘機の実戦投入を行っているんだけど、シリア内戦で投入した際は、ロシア空軍の盛況さを世界にアピールする絶好の機会となったんだけど、ウクライナ侵攻においては、ロシア空軍の脆弱さを示すこととなり、両者が無落の結果となってしまったことは、ロシアにとって非常に皮肉なことだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。